チャオアチャです。今日は、3月の13日、火曜日のアチャの朝ごはんです。はい、パン。今日はね、ピザ。ピザソース。ピザソースを。ピザソース塗って、割れへん。ソースにね、何をのせようかな。ロースハムでチーズで今普通に食べます。ピザ系が食べたくなったのよ今日は、ね、これハーブをちょっと散らしとこう。イタリアンハーブにチーズ、はい、これで焼きましょう。はい、で焼けました。今日は、ね、普通にもロースハムのピザトースト、うん、で食べたいと思います。ではコーヒーはね、無糖のネスカフェのカフェラテ、はい、美味しい。なんかの朝のこの一杯のコーヒーってホッとするよね。結構やっぱコーヒー好きです。ではいただきます。はい、ではあ、ハーブ効かしてやっぱ美味しい。風味がね、全然違うから。今日ね、朝ドラ、伊能さん、伊能しおりくんの一言がすごい良かってね、あちゃんちょっと、胸にずんと刺さって、映画会社をね、責任取って辞めてくれって言われる。こうやって、ね、いいなしで、やる言うて。一言言うんだけど、原点、まあ、この伊能君の会社は映画から始まっていろんな会社をやってる。で映画が業績悪化したから責任取れみたいになってるけど、原点を忘れたら会社の存続、支障を来すみたいな感じのこと、もうすぐ刺さって、確かにそうやねん。みんなやっぱりいろいろやってきて、会社とか会社だけじゃなく人間もそうやけど、成長してね、大きくなっていくと原点を忘れんねんね。あっちゃんもそうやなと思って、原点忘れたらあかんわと思って、で今日はねちょっと朝から子供送り出して、もう中学校が2時間とかで帰ってくんねん。卒業式の練習だけで帰ってくんねん。だからもう多分10時とかに帰ってくんねん。1時間ほどで帰ってくんねんね。1時間じゃあ8時とか2時間とかで帰ってくるんだけど、今日は友達とも携帯持ったら携帯で朝から夜から朝から連絡し合いするやんか。でも今日遊びに行くなって約束で来てんのよ。だから早取らなあかんねんけど、原点忘れたからなってことの話をしたいなと思って。またみんなに話すんじゃなくて自分に言い聞かせるためにね、その原点忘れたあかんっていう話をしようかなと思って、考えとったってことはその話がしたいなと思って。多分こうやって今朝ごはんの時に一緒にその話をしてしまうと、ものすごい長い動画になっちゃうなと思って、だから今の自分見つめ直す動画で40分ぐらいかかったから、自分の心に向き合ってみるってすごいいいなと思って、でそれを
自然としたいんや今、うん、だからそれが今あっちゃんがしないといけないことであったり今していかないといけないことっていうかしたいことなんやろなと思って、だから自分のね、まあ、感覚で生きろっていうことだと思うんよ。これはここに入れたかな、吉野神宮のさ、おみくじあれこれできなかったっけな、ね、吉野神宮入れてないわ、これか、何事にも心を動かず上行を守ってゆくときは思いがけぬ幸を売ることがあり、いろいろと迷うときは人にたぶらかされて身の置きどころにも苦しみます、うん、ということでね、だから心を長くして騒がず願えと、で神を信じろと、うん、っていうことやね、うん、悩む思いを祈りに変えてすがれば一筋の神様に、病にかかって病に苦にすれば病はますます悪くなるって、医療を施した上は、平を神様にお願いするがよいって、病気ばかりではない尽力を尽くした上にも何事にも思い悩まず神様に祈れ、悩む苦悩を祈願に変える、悩まず悩む暇にお祈りする、うん、だから悩んで、あ、どうしようかってうろたえるよりも、うん、自分を信じて突き進めて、で、神様に祈れって言うことやってあちゃんが取ったのね、うん、だからあちゃんやってることはやっぱり間違ってないんだなって、うん、だから自分のやってることを信じて突き進む、で、それでもやっぱり周りの人はいろいろ言ってくるけど、周りの人に惑わされず神様を信じ、自分を信じ、神様を信じ、信心しながら、うん、突き進む、今その時期かなと思って、だからこそ原点の自分に向き合わなあかんなって、なんかこうつながるんよ結局、うん、だからそうやってあったんだけじゃなくね、人っていろんなものに導かれて生かされてるっていうありがたさっていうのだと思うね、だからクラゲのように生きる、波の流れのようにねふわふわと浮いていき、まあクラゲがふわふわ生きてるのかどうか知らんで、ね、そういうイメージであっちゃうから言ってんだけど、うん、だから周りのね流れに逆らわずふわふわと生きとったら、これもいい方向を願いながら生きとったら何かしら見えてくるんちゃうかなって今思ってるね。今確かにね、すごいその、なんていうのかな、何かしないといけないかもわからん時期かもわからんだけど、かっちょって焦って流するより今の流れで生きてるのがいいのかなって、うん、そういう今運気ないと思うね。だからこの周りがね変わっていってる、それを見て焦りが出たりとか、なんかしないといけんなって思ってしまう時期が何かも分からんけど、そこで惑わされたかね、なんかの試練かも分からない。ちょっとなんかこううまく伝えられへんけど、まあ自分で分かって自分に伝えればそれでね、自分がそうなれば周りが自然と変わってくれるって思うしね、うん、今日のだから原点をなくすと今じゃなくなるっていうのがすごい心に入って、うん、心も子供をね起こしながら早せー言いながら見とったから、ドラマ時代は入ってきゃへんかったよ、
そのセリフだけが今が心に残った今日。だから原点を忘れず突き進むの。今は考えるな、感じろっていうやつかもからね、うん、おいしいなこれ、うん、やっぱり何やかんやって基本のピザソースにハム系にチーズ合うんやね、うん、ハーブ増したっちゅうのも正解やったんかもかな、うん、最後のこの耳の角のとこが好きやねん、美味しいね、うん、うん、あー美味しかった、うん、今日ね、あの子供帰ってくるの早いから、うん、あの動画を何本か撮ったらもう無理やと思うね、で一応今日の動画もね編集してあげとかなあかんし、昨日昼過ぎのまであげたんで、昼からの分まであげてないから、うん、そこも撮ったりあげたりもしていかなあかんので、ちょっと朝ごはんこの辺で、ちゃんと切り上げて、今日の動画作りつつ、ね明日の動画も撮っていかないといけないので、ね、今日はちょっとあっちゃん寝る忙しいんで、朝ごはんこの辺で終わりにしたいと思います。大した話容赦なかったかもわからんけどもね、やっぱりその原点忘れちゃいかんと思うね。でそれをもういっぱい掘り下げた動画をこの後撮って、でこの後多分上げると思います。で、あとねドライブ動画もちょっとだけ残ってんだよね。それ上げるのとお散歩動画も撮りたい。でただ、今週来週卒業式が重なったり、うん、高校の説明会があったり、まあ、やかにちょっと忙しいねんけど、うん、そこのところを、うん、うまく調整しながら、うん、お出かけ動画をまた増やしていきたい、うん、まあ、春休み行けるかどうかわからへん、春休みとしても子供がやっぱ家でおったら、うん、ご飯していかなあかん、うん、ご飯してからお出かけしたら近場しか回られへんと思う、まあ、遠いとこ行かれへんと思うから、まあ、その中でもうまく時間配分やって、うん、ちょっとお散歩したりとか、まあ、多分ね、神社とかお寺のぐるっと散歩したりとか、あっちゃんはね、もうその知らん、はっきり言ってね、その神社とか、まあ、行ってなかったから知らんから、あっちゃんなりの解説で、うん、お散歩。だから、普通に観光動画じゃなくね、そういう感じになるとは思うねんけど、なんかこう楽しい動画、うん、見てもらって、なんか、うん、他にはないよねって思ってもらえるような動画を撮っていくと思うんで、ちょっとそんな感じに今考えてんだけど、うん、その中でね原点に立ち返ってというか原点を忘れず原点を、うまくこうなんていうかなどっかに織り込んだ動画にしていこう、だから原点をもう一回掘り下げるためにも今日この後あっちゃんの原点って何かなっていうところで動画を撮っていきたいと思います。モテる多かった残ってた、はい、コーヒー美味しかったです。ということでね、今日この後また動画撮るのでお着替えして、今日の一日の準備したいと思います。今日のあっちゃんの朝ごはんとトーク、ピザトーストみたいなものみたいなというかね普通に、まあ基本のピザトーストと朝ドラ受けの、
ちょっとした原点が大事だよっていうお話、よかったよと思ってくれたら高評価を、でまたね、まっちゃんの朝ごはん見てくれるっていう人はね、あの応援メッセージとチャンネル登録してみてもらえたら嬉しいです。ではまたね、今日も一日やりますように、あっちゃんいつも祈ってます。